宝箱か。ヤク、火山ガスだ。なるべく吸い込まないようにな。終わりだな。このガス、風で吹き飛ばせるみたいよ。健康だ。手応えがなさすぎる。あって当然の相手だ。これで行く。お出迎えだな。さっさと片付けましょう。幕を引いてあげなさい。終わりだな。随分と立派な扉、あそこを通れってことかな。でもこの溶岩じゃ近寄れそうにないわね。溶岩が固まったみたいだな。これで探索の範囲が広がったわね。宝箱があるわね。あれ、こんな風景なのにあまり暑くないね。火のクリスタルが闇に覆われているはずだ。カオスがいるんだろう。ジャック、嬉しそうだな。キューブだ。休憩できそうだ。お出ましね。やるぞ、ついてこい。火の扱いには注意しないと。邪魔だ。ジャック。
終われろ。もう終わりか。ジャックがいれば当然ね。何かあるな。帰り道に使おう。多少は楽になりそうだな。クリスタルが復活するとどうなるんだろう。だって今でも火は使えるよね。火の温度は本当はもっと高いんじゃない。へえ。じゃあお湯が早く沸くんだ。そう、強い火はより大きなエネルギーを生み出すことができる。国の発展には欠かせない要素よ。下げられたの？マジは必ず助ける。
だ。次は気をつけろ。しっかりしないとダメだ。意外と心地いいかも。ああそうだな。二人ともすごいね。いたから勝てたようなものね。注意しろ、溶岩の向こうにも気配がある。立て直すべきかもな。さて、変更だ。噴出口を見つけたぞ。破壊しておきましょう、ジャック。強かったんだ。気にしなくていい。で、キューブじゃない？調べておくか。さっき通ったところが見えるわね。ああ、少しずつだが確実に登っている。
やるか。蹴散らしてやるさ。締めていこう。やれるけどな。こそ強くなる。ジャック、開けてみよう。見つけたわ。叩き潰すぞ。宝箱があるわね。
されてるわね。落ち着いて対処するしかないな。ソフィア、頼むぞ。すごい男に耐えられた。力が湧いてくるよ。すぐに楽にしてやる。倒すでしょ。やるぞ、ついてこい。だいぶ登ったよな。山頂が近いんじゃないか。ということはカオスも近い。気合を入れておけ。火のカオスを仕留めるぞ。キューブがある。調べておこう。泣き叫ぶ女、子供、血にまみれた城、怒り、嘆き、はあ、それなのにこのマリリスの眠りを邪魔したのはお前らか。火の力は渡さん。私の炎で焼き尽くしてくれよ。防御するのは貴重よ。
で行く。話したか？黒い霧には気をつけろ。浴びると過去に引っ張られる。あるいは取り憑かれると魔物になってしまう。ああ、現場で知った。先に聞いておきたかったかな。私のようになるのも一興かと思ってな。あんたは魔物なのか？率直に言って、その解釈が一番楽だ。火のクリスタルの熱波に飲まれた女、あれも幻影だったのかな。ジャック、アストスに話を聞いてみよう。どうやらみんな無事みたいね。誰も欠けずに戻れてよかったわ。俺たちをここに転送してくれたのはアストスみたいだね。話を聞いてみる？あちらこちらにコーネリアの風景に馴染まない場所があるだろう。例えばこの塔、私はそれをルフェインの忘れ物と呼んでいる。ルフェイン？高度に発達した技術力でこの世界を作り上げて、どこかへ消えてしまった謎の国さ。国が消えた。消されたのか消えたのか知らないがね。さあ、残りのクリスタルを解放するんだろう。ルフェイン、知っている響きだけど何だったかな。思い出せそうで思い出せない。残りのクリスタルを解放しないとな。ジャック、装置の操作を頼む。彼がアストスなのね。ルフェインのことを知っているなんて博識ね。光の戦士の旅はまだまだ続くっと。残りのクリスタルは2つだ。やってやろう、ジャック。ルフェインの忘れ物巡りは私の格好の退屈しのぎなのさ。君たちは残りのクリスタルを解放してくるといい。
ジャック様、お疲れ様です。最近セーラ姫がご機嫌なんですよ。なんでも夢で強い殿方に身辺警護してもらったって。もしかしてその夢の殿方って俺なんですかね。だとしたらどうしよう。結婚王様に俺が。いやー参ったな。ジャックさん、お疲れ様です。リックス先輩の様子がおかしいんですけど、気にしないであげてください。変な妄想に取りつかれてしまって。お風呂に入ろうとしたらすっごい暑くてびっくりして外に飛び出ちゃった。いつも通りに沸かしたのにな。風呂から飛び出した。確かに最近火の扱いが変わってきた気がするよ。これも光の戦士様たちのおかげだ。その加護もありがたく頂戴しておこうぜ。最近料理をよく焦がすようになってね。何にもしなくても突然火柱が上がるんだよ。強火にも程があるよ。そのせいで子供たちが私をカオス扱いさ。まあちょっと今度その子たちに会わせなさい。実の母親をカオス扱いなんて、あなたのとこの子は闇にでも侵されてるんじゃないかい。そんなわけないよ。よう、ジャック、プラボカの方が気なくせえらしい。町を海賊が仕切るなんて無理があるんだよな。早く代理の監督官を派遣すりゃいいのにな。んな余裕もねえのかねえ。